これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。町が魅力再発見、那覇町ファンクラブ。この番組は那覇町ごわ連携プロジェクトの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。2018年5月11日金曜日、那覇町ファンクラブの時間です。今日もオレンジ色大好きなオレンジマンです。よろしくお願いします。本日5月11日は、岐阜県長良川の鵜飼開きの日ですね。鵜飼は鵜という鳥を使って鮎などを取る漁法の一つですが、鵜が口にした魚は噛まずに丸飲みしちゃうっていう、習性を利用しまして、喉に紐を巻いて漁をします。ちなみに物事の意味を十分に理解しないまま相手の言葉を信じてしまう意味の鵜呑みにするっていう言葉の語源はここから来ています。この鵜飼の鵜なんですけど、小さな魚は飲み込めるんですけども、首に紐をつけているので、なかなか大きな魚は食べきれない。で、この何度も何度もこれやるとだんだんやる気がなくなっていくらしくてですね、バカンス休暇を与えるっていう、この鳥にですねバカンス休暇を与えるっていう、どこか人間社会に似てるって話はまた別の機会に。さて、那覇町ファンクラブの放送は毎週金曜日、那覇の商店街から FM ラジオ 78.0MHz でお送りいたしております。 FM 那覇のホームページはユーストリーム、ツイキャスでリアルタイムで放送もお聞きいただけます。また翌週以降 YouTube では日本全国世界各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになりますので、過去の番組も合わせて那覇町ファンクラブで検索して、ぜひアクセスしてください。今日も商店街の面白情報を探しに出かけましょう。それでは始まり始まり。はい、それではアルゼンチン生まれのマチャッチャアメリアとお届けしてまいります。オーラアメリア、コモエスタ。オーラコモエスタ、ブエナスタールです。皆さんこんにちは、アメリアです。はい、アメさん、この間、はい、ゴールデンウィークの真っ只中、はい、放送したじゃないですか、4日、はいはい、やりましたね、休みに出てきて、はい、でその後なんか楽しいことありました、ゴールデンウィークは。ゴールデンウィークですね、もう何やったか忘れてるぐらい、ね、あ、でも、うん、ゆっくりできました。シーミーやりましたよ。お、やっと、これで最後のシーミー。なるほどね。終わらせることもできました。当たるんですよね、私の家族は。必ずその前後ゴールデンウィーク。あ、なるほどね、はい、シーミーに、ゴールデンウィークでやることが多いっていう。そうそう、やることが多いんです、家族なんですね、はい。今日はこういう行事のお仕事にとっぷり忙しかったり、はい、5月5日に何かすごい役がついたという話の方のお話をしていきましょう。はい、それでは参りましょう。那覇町宝箱。那覇町宝箱では商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにお招きしています。魅力的な品揃え、専門店ならではの豆知識、個性あふれる店主の方々のお話を聞いてまいります。それではアメリア、よろしくお願いします。はい、本日の、ゲストはですね、はい、ほかま製菓所のほかま清酒さんとその娘さんのほかまゆりさんをお迎えしております。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。すごく若いんです、お父さん。若い、お父さん若いですよ、ね、笑顔も素敵です、はい。まあ、ラジオ聞いてる皆さんは、残念ですけれども、はい、すごく、素敵な笑顔の清酒さんと、ね、まあ、べっぴんさんのゆりさん。で今日もまた衣装というか、お父さんは濃い紺色のかりゆしウェアで、それにとっても合う、ゆりちゃんはピンクのエプロンで、はいはい、このエプロンでお店の前に立ってるんですよ、ね、お店の前じゃなくて中ですね、看板娘ですね、看板娘ですね、はい、はい、ほかま製菓所ですけれども、
どの一番のどのあたりにあるかちょっと説明いただけますか。はい、私たち穂釜製菓所は一番本通り の、うん、あのちょうど公設市場に通る真ん中のところにありまして、はい、看板に穂釜製菓所って書いてあるんですけども、はい、隣があのムーチーを作っている山屋さんの隣なので、隣もお菓子屋さんなんですね、はい、そうですね、はいはい、ちなみに市場本通りは国際通りから行くとドンキホーテの横を入る、そうです、とっても一番人が多いところですよね。どのくらい前からそのお店があるんですか。どのくらい前から一応、まあ、父がですね、僕は2代目なんです、はい、2代目、父が65年ぐらい前、二十歳ぐらいの時、父が二十歳ぐらい、今85歳なんですけど、はい、65年ぐらい前に、最初はもう戦後の後何もない中、はい、雨が、雨、雨、舐める雨ですね、舐める雨ですね、はい、雨からスタート、雨からスタート、はい、雨を作って、でそれで闇道みたいな感じで雨を、はい、売り始めて、はい、それから少しずつお菓子を増やしていって、今に至ってるって感じですね。雨から今お菓子って、おっしゃったんですけれども、どういうタイプのお菓子を置かれてるんですか、お店では。はい、今はですね、あの先ほどあったシーミーでも、うん、あの沖縄の人だったら馴染みのあるレモンケーキでしたり、コンペン、はいはい、マドレールなど、うんうん、その沖縄の地元の人に親しまれているソウルスイーツですね、はいはい、す種類はどのぐらいあります。種類は15種類くらい、20種類くらいありますね、はい、でそれはもう、はい、まあ、当初はもう、雨だったんですけれども、うん、その後この種類15種類一遍に出来上がったんですか、それとも徐々に。徐々にですね、うん、いろいろ沖縄で必要な行事ごとのお菓子を増やしていって、はい、だん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 お菓子の形が定着していって、うん、はい、ね、じゃあ65年前からやっていらっしゃるということは、はい、今までこの65年間にその、お菓子、伝統的なお菓子の形とか味は変わらぬままやってきてるんですか。はい、そうですね、もう材料もだいぶ変わってるので。なるほどね。ほとんど変わらない香菓子とか、うん、そういったのもあの、はい、材料的には変わらないけど、うん、質が少しずつやっぱり変わってきてるので、はい、うん、だから作り方とかは伝統的な作り方もしてるけど、はい、やっぱり材料自体はどん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 良くなってきてるので、うん、そういった意味で、うん、じゃあ商品開発も兼ねていろいろとやってはいるんですね。まあ、私はよく通る道なんですけれども、ちょっと変わったすごい緑グリーンの色のお菓子があるんですけれども、あれは何ですか。あんまり他で見たことないんですけど、つゆ草、つゆ草って、あ、お菓子自体は、うん、あのそれ沖縄発祥ではないんですけど。あ、そうですか、だけどこれあの日本全国に昔からあるお菓子 で、うん、で沖縄にはレモンも一応本当は沖縄発祥ではないんですけど、うんうん、ずっと沖縄に残って今も残ってるって感じです。そうですよね、レモンケーキってあるけどよく見るのは沖縄って。そうですね、他のところではあんまり見かけないかも。でも、うん、沖縄の行事ごとは必ずありますよ、うん、取り合いになりますよね、レモンケーキ、うん、とか、あの その緑のつゆ草、うん、つゆ草ですね、はい、つゆ草はごめんなさい、なんかスポンジみたいな、なんかちょっと知らない人のために、鉄板で焼いた時に、はい、裏返した時に、うん、あのブツブツっていうあのスポンジの形になるんですけれども、はい、それをひっくり返してあんこを包んでる、あの中にはあんこが入ってます、はい、粒あんが入ってますね、はい、結構あのお店にいらっしゃる観光客の方でも、うんうん、県外の方でも懐かしいって言って買う方も結構多くて、沖縄はそういう意味では昭和の雰囲気がまだ残ってるのかなっていうふうに思いますね、はいはい、そうですよ、本当に、他のお店では見たことなかったので、面白いなと思ったんです、うん、あと、何でしたっけ、あのお湯、白い、うん、粉でできてる香菓子、香菓子、はいはい、あんまりそんなに、ね、見かけることもでっかいですよね、あるんですよね、うん、はい、もうあれはね、食べるものっていうよりはもう本当に飾るもの、お供えするとかそういうものなんですね、うん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 、っていうのをお父様、聖さんは作っ
ってる担当でいいんですか。そうですね、作ってますね。娘がお店を見てくれてるので。お店はもう市場の中にあるんですけれども、やっぱり工場は別のところでそうですねやっています。でその工場はお父様が見てます。でもなんかさっき65年のおじいちゃまもまだ現役らしいですよね。まだ現役です。なんこの前なんか、新聞にちょっと記事が載ってましたよね。そうですね、まあ、この前から、はい、高賀市特集で載ってたんですよね。だって、はい、おじいちゃんまだ80代ですね。85歳ですね。元気です。沖縄ではまだ若い方ですね。はい、でも普通3代も現役っていうお店はほぼないんですよね。ね、誰かが引退したりとか。でも3代も一緒に、お菓子作りしてるのはすごいんですね。ありがとうございます。ゆりちゃんいつからやってるんですか。あ、でも本当に今年からです。1月くらいから。今年から3代になったんですね。はい、まだ1年間働いてないので、今からその沖縄の行事1年間体験してみて、やっぱりもう全然勉強不足ですね。お客さんから教えてもらうこともたくさんあるので、やっぱり沖縄の行事って奥が深いなとすごく感じてます。でもあえてひょっとしたら今、若い方はちょっとそういう行事離れしてる部分があるので、ゆりちゃん目線でどういうふうにね、これまた広めるそうですね、ことができるとか、うん、でも本当にすっごく、絵になるんですよ。お店に立ってる一応おじさんもおばさんもお店には立ってるんですけれども、おじさんは僕の父の弟なんです。だからおじさんがずっと、おじさんの前は僕の祖母、だから父のお母さんが、私のひいおばあちゃんです、父の母と父でが一緒に始めて、だからおばあちゃんがずっとも亡くなるちょっと前までお店に座ってたんです。あ、じゃあそういうなんか伝統のある。そう、私のひいおばあちゃんが看板娘で、その看板娘を引き継いだみたいな感じになっています。4代の看板娘リレーすごいですね。ここでちょっと1曲入って休憩したいと思います。はい、曲お願いします。続きアメレと一緒に岡間製菓所の岡間清酒さんと岡間ゆりさんのお話を伺っていきます。はい、今日は実は私とアメリア、ね、オレンジマンとアメリアはオレンジの T シャツ着てるんですけども、那覇町ファンクラブの T シャツ着てるんですけど、はい、なんとゆりさんもね、はい、来たことあるんですよね。はい、あります。去年でした。去年は5月、東京に住んでたんですよね。そうですね、はいはい、去年の9月にツーリストエキスポ、ツーリズムエキスポっていうイベントを手伝ってもらって、はい、うちのブースで、そうですね、那覇の看板娘してくれたんですよ、はい、どんなところでも看板娘しますので、はいね、アンケートを取っていただいたり、ねね、那覇町ファンクラブ、はい、増やすための活動だったんですけれども、ね、手伝ってもらって、そうです。 で帰ってきてお店を継いだ、お店継いだもんだから、はい、今回こういう形で紹介できたんですよね。はい、ご縁があって、はいはい、ありがとうございます。岡間製菓さんの一押し、商品は何でしょう。一押し商品はよく、うん、地元の方々からも、はい、美味しいというふうに言ってくださるんですけれども、はい、紅白カルカン、赤と白のカルカンですね、はい、沖縄の方は知ってると思うんですけど、はい、県外の方だったらカルカンは山芋と米粉で作られた少しもちっとした食感の饅頭、はい、とはそうです、山芋と米粉が入ってるのでもちもちした食感になっていて、結構説明するときにもちと饅頭の間のお菓子ですよっていうふうに言って、はい、韓国の人とか結構好きですね。そうですか。なんか美味しそうって言って買いに来て多いですね。じゃあ皆さん本当で大きくて安いんですよね。あ、そうですね、安い大きくて美味しい、美味しいもうそうなんですけど、安いです、かつ安いですね。まあそうですね、優しい価格になってます。優しい価格ね、すべて優しい。でこれはもうやっぱり沖縄の行事ごとにはよく使われるので、
大量注文も可能ですか？あ、はい、あの事前にお電話いただきましたら、はい、その箱詰めでしたり、はい、のしをつけたりという形でご用意はできます。これごめんなさい、私は北海道出身で、はい、あんまり沖縄の行事には参加したことないんですけど、何個ぐらい買ってくるんですか？カルカン親戚だったりいらっしゃる方にお礼として配るので、はい、結構50個とか、うん、必ず紅白ですか？紅白 お祝いの席とか、うん、あと法事でも紅白ですね、はい、のしを、あのそうですね、なるほど、祝いののしか、はい、あの崇高用法事用ののしをつけたりとかやってます、はい、ね、すごいね、うん、やっぱり。あとは日持ちもするので、あのカルカン、だいたい10日から2週間くらい持つので、2週間も持つなら、そう、10日くらいかな、うん、いいですね、うん、なので結構そのお祝いで渡しても、はい、持つものなので渡しやすい。これ須江さん、カルカンの今、山芋を使ってるって私は、はい、知らなかったんですけど、これ年中山芋とか材料入るんですか？山芋はね、粉にして、あ、そういうのがあるんですね。先生、それがあるんです。毎回毎回手痒くなって かわいそうだな。昔は僕が小学生の頃、工場手伝ったりすると山芋、はい、本物の山芋を持ってやっぱり、すってやってた。今はもう、ね、乾燥させて粉になってるので、うん、それで大量にも作れ、あ、そうですよね、よかった、うん、ね、たくさんの、種類、伝統菓子があるんですけれども、はい、それ、開発したりとか商品開発したりしてるんですけれども、うん、今まで例えば、チョコバーガーでしたっけ？あ、はい、うちのオリジナルの商品で、はい、タイモのあんこが入ったチョコのスポンジ、はい、タイモチョコバーガーですね。そうですね、はい、タイモ、ちょっとお父さんが考えた商品ですか？僕の父が、あ、はい、初代が、はい、じゃあこれから2人で何か、そうですね、開発しようと考えているものあります？2人でよく話しているのはやっぱり、目の前にいらっしゃって、通ってくる観光客の方々にも、はい、普段あるようなお土産で食べられるようなチンスコとか紅芋以外にも、沖縄ではその伝統的なお菓子があるので、それを知ってもらえるようにお土産開発っていう形でもしたいなっていうふうに思ってます。いいな、いいですね、はい、はい、もう本当に美味しいもんで、本当に、昔からあるお菓子っていうのを懐かしく思うんです。ありがとうございます。まあ、全ての種類は私はアルゼンチンで食べたことないんですけれども、高菓子、あれはやっぱりお祝いごとにありました。ありましたので、誰かが作ったか、それともここから取り寄せてたかわからないんですけど、長持ちはしますので、それをまた見ると、うわあれだあれだとか、名前はもちろん知らなかったんですけれども、はい、懐かしいものたくさんあるんですよ、ね、結構そうですね、県外に住んでる沖縄の人とかも、はい、なんだ、送るっていうので、うんうん、子どもたちに送るっていうので買いに来る方もいるので、うん、そういうふうにやっぱりなんだろう、お土産として持ち帰られるように、うん、お菓子としても、うん、皆さんに食べてもらえるように開発したいなと思います、うん、なるほどね、はい、はい、でちなみにゆりちゃんはもうずっとそのね、はい、お菓子に囲まれて育てられたんです。その中で一番好きな、はい、伝統菓子あります？あ、それは先ほども出たんですけれども、つゆ草。あ、やっぱりつゆ草、はい、緑のつゆ草ですね、うんうんうん、あんこが好きなので、はい、あとはそのふわふわとした生地の食感でしたり、うんうんうん、そうですね、懐かしく感じますね。へー、いいですね。なんかどなたかって見えなかったんですけど、はい、もうだいぶいい時間になってきました。 でもその前、はい、なんと聞きましたけれども、はい、ゆりちゃん5月5日に就任式、そう、就任式あったんですよね、はい、何になったんですか？あ、はい、2018の、那覇観光キャンペーンレディー、元ミス那覇と呼ばれてたんですけれども、キャンペーンレディーに就任が決まりまして、1年間那覇市の PR をしたいと思っております。よろしくお願いします。おめでとうございます。よろしくお願いします。ただこのキャンペーンレディーとしての活動、また別の機会にいろいろとたっぷり聞きたいんです ね、はい、はい、パートナーもいるので一緒に、はいはい、ぜひ、ぜひぜひまた遊びに来てください、はい、そうですよね。で今日はもうこんな時間になりましたので、う、ね、もう最後の質問になりますけれども、
お一人ずつですね、じゃあお父様が、はい、あなたにとって町川は何でしょうか。町川はそうですね、もう子供の頃から、町に行くとやっぱりこう温かかったし、うん、やっぱり昔の思い出と同時にやっぱり、うん、これからの未来にも明るさがあるような、やっぱりもう当たり前のようにそこで、うん、育ってるので、うん、やっぱり居心地のいい場所ですかね。なるほど、いいですね。いただきました。ゆりちゃんは、はい、私はやっぱり父と同じように、うん、あったかい場所だなっていうのをすごく感じています、はい、お店に出ているんですけど、毎朝隣の近所のお店の人たちとおはようって挨拶するだけでも、やっぱり人の通うようなコミュニケーションのある場所なので、うんうん、そういう場所にあることが、そう、沖縄の魅力の一つなんだろうなっていうので、はいはいはい、私も PR したいと思います。ぜひぜひ、はい、PR していただいて、で、はい、プラス私たちもね、もっともっとそうです、ね、町輪にファンの方が、はい、では増やすために、ご案内させていただきます、はい、那覇町ファンクラブでは那覇町を一緒に応援する会員を募集しております。ホームページで入会登録できますので、那覇町ファンクラブで検索してください。入会記念会費は無料です。ファンクラブの会員には毎月1回 E メールマガジンを発送しています。本日のゲストもあっという間で終わっちゃいましたけれども、はい、ありがとうございます。岡間聖歌手、岡間聖主さんと、はい、岡間ゆりさんのお二人でした、はい。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Nuestros invitados del día de hoy fueron el señor Seishu Hokama y la señorita Yuri del local de dulces tradicionales Hokama Seika. A los que comparten este momento con nosotros, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Nos vemos.那覇町グッドニュース。このコーナーは町の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです。リスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けております。はい、のりのりさん、こんにちは。こんにちは。先週お休みでしたね。はい、ハーリー会場で、ハーリー会場働いてたんですよね。働いてきました。はい、何してたんですか。受付してたんですか。2日目の乗船体験の受付をやってました。乗船もされました。それが残念ながらできなかったんですよ。人気渋滞だったんですね、はいはいはい、人気でした。そのネタが今日のグッドニュースじゃないですよね。違うのあります、はい、ではないですね、はい、じゃあ今日のグッドニュースお願いします。ごめんなさい、聞いちゃって大丈夫かなと思って、はい、大丈夫です、はい、今日のグッドニュースはさっき午前中あったんですけど、私那覇町振興課に所属しておりまして、はい、同僚 の隣に座っている、ま、街中理香子さんがですね、私の字を見て、ノリノリさんの字は綺麗な字だねって言われたんです、はい、それで私、こんなこと初めて、生まれて初めて言われたので、ちょっと嬉しかったです。綺麗な字じゃないですか、これ生まれて初めてなの。ちょっと見ないでください。嬉しかったですね。はい、リカ子さん元気ですか。はい、元気です、はい、よろしくお伝えください。はい、わかりました。じゃあ今日のゲストはどなただったでしょうか。はい、町川案内所ユックルの金城忍さんです、はい、それでは金城さんのグッドニュースをお聞かせください。はい、こんにちは。こんにちは。急にグッドニュース言えって言われたね。、はい、びっくりしましたけど。、はい、そうですね、グッドニュースね、あの話どうですか。はい、釣り師の話ですか。そうですね、一応実はゴールデンウィーク、まあ、いつもはなかなかあまりバケーションというかそういうことをやったことなかったんですけど、今年久々に、ちょっとゆっくりできたので、実は都に一泊で、 あれ都だったんだ。そう、一泊だけ都に行ってきまして、いいで、ね、でまあ、それで知り合いにですね、まあ、マグロ漁船乗ってる方がいて、で急にですよ、急にじゃあ明日釣り行こうかって言われて、ああ、じゃあ行くっていうので釣りに連れてってもらって、それもマグロ漁船で、であと2時間ぐらいもう走らせて、でもっとパヤオの方に、パヤオまで連れてってもらって、で釣って、そしたら一応初めてカツオと、はい、釣ったのはカツオなんですか。そうそう、カツオと何だったっけ、忘れた、はい、なんかめっちゃなんかマグロも釣ってましたよ。結構マグロもこの一本釣りと、一本釣りです、はい、でも電動なので、あ、そうなんね。もう本当に釣り堀のように垂らすだけじゃなくて、なんか、うん、
リールもちゃぐーってやって、そうそうそう。じゃあそんなに力もいらないってことですか？もう全然いらなくて、もう釣ってるのか釣れてないのかも分からないぐらいな感じで、でも初めて、そういった、まあ、船釣りっていうんですかね、うん、船釣りで、で最初本当にあの船酔いが、うん、もう心配だったんですよね、うん、やっぱ2時間ぐらい、そうですね、波に、ね、揺られていくの で初めてだったので心配だったんですけど、もうちゃんと船酔い、酔い薬飲んだ成果だったんですけど、片道2時間帰りも2時間あるってことで結構大変だ。それも30キロぐらい結構飛ばして2時間ぐらい走ってずっとノンストップで行くじゃないですか、うん、結構波でバチャーンバチャーンバチャーン、本当アトラクションですよね、うんうんうん、アトラクションに乗ってるような感じで、でもまあ、あの船酔いがなかったのでもう全然楽っていうか、うんうん、楽しく本当に何だろう、ジェットコースターに乗ってる気分で2時間楽しんで、ね、でもまあ、まあ、でも結局朝8時から出て4時ぐらいまでみっちりずっと海で、あのいろいろ回って釣りを楽しんだっていう、うん、本当に大きいね、あのマグロを何かその、はい、まあ、船長というか、うん、狙ってたみたいですけど、大きいのは釣れなかったので、こんなでかいのなんか1メーター以上の本当はマグロなんか狙ってたみたいですけど、まあそこまでねなかなか釣れちゃったらすごいですよ ね釣れたらすごかったと思うんですけどね、なかなか それまでは釣れなかったんですけど、でもまあ初めて私も3匹かな4匹ぐらい釣ることができたので、その写真がフェイスブックに載ってたので、ね、私も知っていたというかね、はい、そうだったんですね、うん、はい、釣りしてる、はい、でも本当にあの、まあ、宮古何回か行ってるんですけど、本当ゆっくりこうやって、リゾートというか遊ぶことなかったので、うん、あと、まあ、張水滝か、うん、とあと宮古神社っていうところにも行ってきたんですけども、うん、やっぱなんか宮古ってなんか神の島というか、なんかやっぱ独特な雰囲気と、なんか守られてるなっていう感じもしましたし、うん、やっぱりまあこうやって船に乗って出て行ったことで、なんだろう、やっぱり海人ってすごいなと思って、ほう、やっぱりこの何時間もずっと波に飲まれながら、うん、ほんと、まあ、水平線だけがひたすらなんで、うん、もう地上が見えないじゃん、地が見えないじゃないですか、うん、島も見えない中でポツンって、うん、ね、なんだろうね、あの魚を釣っていたりとかしてるわけですよね、命がけですか ね本当に命がけで、まあ、それをまたね、うん、私たち美味しくいただいていたりとかって、まあ、なんだろう、自然の大切だったり恵みというか、なんかそれを改めて感じることができた、ね、いい、そうですね、ゴールデンウィークでしたね。なるほど、はい、ちょっと長めのグッドニュースですね。長かったねって感じですね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、ではゆっくるとしては今回なんかそうですね、いろんな情報あると思うんですが、はい、その中から、まあ、あのとりあえずあの、実はまあ4月で、はい、まああのまあ、実はまあゆっくり平和通りが見てたんですけども、あ、はい、まああのまあ、1回区切りがあって、あ、そっかそっか、これは、はい、那覇市からの委託事業なんでしたっけ ね、 この毎年毎年更新するってさ、ね、はい、まあ、おかげさまでまた5月からまた平和通り通ったんですね、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、一瞬間よろしくお願いします、まあ、はい、本当にもうまたありがたく、はい、受けることができましたので、うん、またね、まあ、2年間かやってきたことをまた、培ってきたものをですね、3年目も突入しますので、うん、なんかまた新たにですね、町側のために、うん、このゆくるは私はあると思ってますので、うん、でまあ、みんなに楽しんでもらったり、うん、で例外者の方にも、喜んでもらえるようなまた、うん、施設というかそういったのにしたいということでですね、また一から頑張りたいなとは思ってますね。じゃあ実は先月も出ていただいた時はちょっと、うん、ちょっと気持ちが不安定、難しい表現をしてたわけですね。そうですよ、はい、来年は もしかしたら、ね、本当はもう5月から自分たちじゃない可能性も、他の人が取る可能性もあったわけですね、はい、そうです、うんうん、平和通りじゃない、じゃあゆっくり新聞は続けてもらえるでよろしいですか。そうです、はい、でまた7月に今回あの、発行しまして、うん、もう一応あのテーマはランチ、ほ、まあ、やっぱり一番最初は食事ということで、うん、ランチがちょうど1年前かな、うん、ありましたよね、やりましたので、もう1年経ったので、うん、また新たに、じゃあ新しい情報ね、はい、情報、新しい、ランチできる、やっぱり飲食できるところっていうのが、うん、意外とやっぱり皆様知ってるようで知らない場所だったりするので、うん、なんかそれをまた特集かけて、うん、また、ここ行ってみたいなっていうようなね、うん、目安にしてもらって、ね、この街が結構また新しいお店
もう増えてたりするんですよ、うん、食事できるところが、うん、またそういったところをまた紹介することができたらいいかなと思ってますので、ぜひぜひ、うん、今取材中、そうです、取材がまた、ちょうどそうですね、もうここでやろうっていうことを今決めて、うん、今から本当に取材やってっていう感じになりますね、うんうん、はい、楽しみです、はい、楽しみにしてもらえばいいと思いますね。とあとそれと、ゆっくるからのお知らせとしては、そうですね、あとで多分言うのかな、サンライズマーケットの、ね、こととか、はい、あとはまあ、いつものように、まあ、第4日曜日はパラソル青空市という、はい、はい、メキシコ雑貨のトペさんがやってる、うん、はい、ね、イベントもありますので、うんうん、まあ、そうやって 何らかしらですね、那覇の街がゴールデンウィークはやっぱりたくさんの方来ていただいてですね、うん、やっぱり、本当にありがたいことではありますので、まあまあ、大きいイベントはまあ近々、まあ、ないかな、うんうん、5月6月は、まあ、今本当に定期的にやってるイベント、このサンライズマーケットだったり、ね、パラソル青空市だったりとかっていうのが、ね、定例で今やってるので、うん、まあ、やっぱそういうのってすごい大切かなと。そうですよ ね本当にパラソル青空市でいうともう5年目6年目かな、そんなにやってるんですか、もうちょっとやってるのかな、そうだ、もう一人で彼女は頑張ってやっとやり続けているので、まあ、そういうところで、ね、やっぱり続けることの大切さだったりとかっていうのも、うん、いつも私たちもやってたりするんですけど、なかなか継続ってするのが本当に難しいですよね、うんうん、イベントって、ね、その中で本当にね、サンライズマーケットさんも続けて、ね、うん、やって、ね、乗ってきましたかね、やってるので、うん、はい、まあ、そういったことでまたね、そういったイベントを見に来るのもですね、一つのきっかけとして、でたまにはね、那覇の町側にも遊びに来てほしいと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ゆっくるさんの、うん、はい、いいところっていうか、一つはもちろん観光客とか訪問者が来て情報を得るっていうのも大事な役目というかありがたいことで、はいはい、逆に言うとイベントをする側としては、はいはい、チラシ置いてくれませんかとかいうのは、はい、いくらぐらいでしてくれるとか、こっちは施設に置く分には全然無料で、はい、無料で、はい、じゃあ、どのぐらい、例えば町側じゃない天仏でやってるよっていうのもありぐらいですか。そう、天仏の主催のもので、一応那覇市の協賛とかそういうのがあれば全然、あ、なるほどね、はい、置くことは可能です、うん、はい、あと、イベントに関しては一応、那覇の町側の関連、うん、個人店の1周年記念とか、そういうのがちょっと置けないんですよね、うん、はい、なのですけど、まあ、大きく要はパラソル青空市みたいな感じで、うん、みんなでやりますよとかですね、そういったイベントのチラシとか、うん、そういったものに関しては、ゆっくるに置くことは可能なので、うん、ぜひね、もしイベント町場で、ね、企画している方がいれば、ね、ぜひゆっくり持ってきていただければ置くことも可能です。通り会の人なんかはもちろん OK、 通り会のイベントなんかはウェルカムですね。もちろん通り会のイベントは、通り会ね、はい、イベントチラシどこ置いていいんだろうってやっぱ悩む時もありますからね、ありがたい発信場所ですよね、はい、ぜひ持ってきていただいて、うん、で一応あと、ゆっくりにはもう一つですね、J アラート、まあ放送設備がありまして、はい、うんうん、でそれで、皆様にですね、ま、もちろん一番大切なのは迷子のお知らせとかですね、うんうん、落とし物っていうところがやっぱり一番自分たち、前までなかったんですよ、うん、やっぱり一番すごくやっぱり困ったところで、実は迷子があった時とかにですね、うんうん、どうやってこれを伝えればいいんだっていうところがあって、うん、もうずっと非常に困っていたところだったので、まあ、それを那覇市の方がですね、まあ、つけていただいた、まあ、自分たちはもともと持っているものにですね、設備に関してちょっとそれを一つにまとめて、うん、でゆっくりで今情報を発信することが可能になったというところで、うんうん、本当に迷子がですね減ったというか、この、まあ 減ったというか、すぐに結構、すぐゆっくりから情報を流すことで見つかるケースが本当に5分以内にはほとんど見つかります、うん、迷子に関してはですよ、うん、今まではこの口伝えですごい大変だったんですよね。もうすごい、もう私も走って走って回った記憶もありますし、何かが探しててどうしたんですかって言ったら、うん、迷子みたいな、みんな口伝えみたいな迷子あっちで迷子がいる、どこ迷子みたいな感じで、本当に口伝えじゃないと、うんうん、そういった情報もわからないじゃないですか。それが今ゆっくるのその放送設備で、何をやってる、あとはもうこのイベントに関しても、うん、今こういったことを街イベントやってるって、意外とですね、うん、
町側で働いててもずっとお店にいるので、何が通り会で八千文通りで今八千文の祭りやってるよとか知らない人いっぱいいるんですよ。まあ、そういう意味でこの J アラートというかその放送設備で流すことで皆さん、あ、この通りで、あ、今日こういったイベントやってるとか、うん、サンレーズマーケットやってるんで、あ、じゃあ今日ちょっと行ってみようかなとかですね、うん、そういった、イベント情報を流すこともできているので、本当にあと落とし物とかですね、そういった意味で本当に今ゆっくりとしての、そういったのをうまく活用させてもらっております。ありがたいですね。本当にありがたいです、うん、そういえばラジオ体操も流してるの、あれ、あれは平和通り、あれは平和通りで流してるんですか、はい、そうそう、あれは平和通りと、あとはあれですね、ガブガバさんは、はんはん、その通りで流してます。あ、じゃあ平和通りにも音響施設があるってことですか。そうそう、基本は皆様各、みんなのですね、各通り会にある放送設備なんですよ。ゆっくりから迷子の情報はいろんなところに、そうそうそう、一括で流せるようになっていてっていうところですね。はい、へ、この、ま、毎週、ま、毎日ですね、うん、一応4時になると、もうそろそろですね、はい、4時になると、うちなぐちラジオ体操を平和通りではもう何年かな、はい、やってますね、はい、やってますね。震災が終わってからかな、うんうん、片土地ぐらいからやり始めているので、もう7、8年か、ね、それぐらいやってはいますけれども、で最初に一応ガブガワさんがやっていて、うん、でガブガワさんがやった後に、まあ、平和通りも、あ、いいねということで、うんうん、ね、4時に、ラジオ体操をやっていますね。これ、はい、観光客もやっていいんですか。あ、もちろんもちろん、流れてきたら一緒に、ぜひぜひ一緒に、逆にみんなでやってもらいたい、だ、ね、はい、これこのラジオ体操は123とは言ってないんですよね、はい、ティーチタッチって言ってるんですよね。そこも楽しいですよね、はい、観光的にもね。そうですね、うちな口のラジオ体操で、ね、何を言ってるかわからないかもしれないけれどまあ皆さんで意外とですね、でもラジオ体操は一緒なんですよね。うん、ラジオ体操自体は一緒なのでそもそも知ってればできるってやつですよね、はいはい、また4時にやってるのも大体ほら3時茶が終わって、はい、みんな 2V カーブしてるやつですね。EV カーブしてる時にちょっとよしら、あ、ちょっと体 ね、もうずっと座りっぱなしだったり、ね、立ちっぱなしだったりする職業じゃないですか、ね、あのお店で働いてる方っていうのは、まあ、そういったところにちょっと体をほぐすっていうのは実は大切なんですよ。健康のためになってるんですよ、これね。そうですよ、ほう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 、本当に健康ためにというところで、だから毎日やってらっしゃる方は、うん、本当毎日やってるお姉様方多いですよ。やっぱり1日これ本当3分ぐらいの運動なんですけれども、はい、本当に体の調子いいみたいですよ、うん、本当にやるやらないとは、ね、はい、じゃあ今ラジオ聞いてる方はあと15分で間に合えばダッシュで、はい、そうですね、平和通りに来て、はい、ぜひラジオ体操やってもらえれば、はい、あとガブガワさんでもね、ガブガワでもやってますので2カ所でやってますので一緒にね、はい、ラジオ体操楽しんでもらえればと思いますのでよろしくお願いします、はい、あと1分ほどあるんで、はい、今年のゆっくるはこんなのもやるよみたいのだったり、はい、ちょっと去年もいくつかあったじゃないですか、はい、このスペシャル、ですね、出せる範囲でお願いしたいですね、今年はですね、あとトイレマップっていうのもですね、今回は作成をします、うんうん、はい、で、まあ、実はですね、やっぱり、那覇の町側で買い物に来てもですね、まあ、トイレがどこにあるかわからないっていう声がやっぱり多くて、はい、やっぱり広く、ね、どうしても、那覇の町側のお店ってちっちゃいじゃないですか、うん、なのでお店にトイレがないところが多いんですよね。そうですよね。うん、そもそも店舗にトイレがないっていうね。店舗にトイレがないところが多いので、まあ、そういったところで、まあ、ここに行けばトイレがありますよっていうのが分かっていれば、うんうん、環境に来られ、観光の方もそうですけど、やっぱり ね、お姉様方だったりとかですね、やっぱり、うん、やっぱ散歩に来ながらもううちの母ちゃんとかも話をするんですけど、やっぱりどこにトイレがあるって知っとかないと、やっぱ怖いって言うんですよ。うんうん、で実際ユックルにいてもユックルが今あるから、本当にここにあるから今もう最近またもう町側で買い物が来れると、うん、今までは本当に町側来てもトイレがないからもう怖くて町側に買い物来れなかったって言ってたんですよ。本当に でもそういう意味で本当にもうゆっくるにこの1階に綺麗なトイレがあって、うんうん、本当にこれから本当町側に買い物が来れるようになって本当によくもう嬉しいさっていう声が結構あるんですよね、うんうん、それを聞くと、あ、そっかと思って、なるほど、今まで本当に1階で使えるトイレっていうのがなかったの で、うん、ですよね、やっぱりそういうのってやっぱ観光で来られる方もそうなんですけど、やっぱりどこにあるっていうのを知って
ってて回るのと回らないのと違うと思うので、うんまあ、そういったことで、まあ、今回、まあ、このマップを作ってマップを、はいはい、作成をさせていただきたいと思ってますので、ありがとうございます、はい、楽しみにしています。はい、ではそろそろ時間です、はい、今日のグッドニュースのお届け人は町が案内所ゆっくるさすらいの釣り師金城忍さんでした。ありがとうございます。ここで那覇市那覇町振興課よりのご案内です。のりのりさんお願いします。はい、那覇町振興課からお知らせです。那覇町振興課では、去年ですね、昨年度中心市街地の活性化を図るために3つの調査事業を行いました。1つ目が国際通りトランジットモールビジョン作りの支援事業で、毎週日曜日12時から16時まで、18時まで国際通りで開催しているトランジットモールについて現状の課題等を整理し、魅力的な歩行空間及び小環境の創出を図るために関係機関と意見交換を行い、今後の方向性を策定しました。で、2つ目が商店街アーケードビジョン作り支援事業です。誰もが安心安全快適に買い物や散策が楽しめる魅力ある中心商店街の小環境整備のために、商店街の皆さんが関係者と意見交換を行い、老朽化したアーケードの今後の方向性が策定できるように那覇市では支援を行いました。で、3つ目、街中商店街再生プロジェクト推進事業です。観光客の誘客および地元客の呼び戻しを図り、中心商店街のにぎわい創出を図るため、中心商店街における課題を整理して、再生のための具体的計画や事業を商店街の皆様と一緒に提案、作成しました。詳細については、那覇町振興課のホームページにアップしておりますので、興味のある方、気になった方はご覧ください。この3つの事業について、結果というか報告書が、はい、報告書が出来上がっているので、ホームページに載ってるんですね。はい、これ楽しみで見ます。はい。で、2つ目が、平成30年度那覇市民共同大学の受講生募集についてです。那覇について学び、知り、もっと好きになってもらい、共同のまちづくり活動を実践してもらうため、那覇市民共同大学の受講生を募集しています。那覇市の観光や経済政策、交通政策、待機児童や防犯など、那覇市を知る講座や町を巡る体験講座、実践活動として地域の団体と一緒に活動体験を実施するカルキュラムとなっております。受講の期間は平成30年6月から31年の2月の間に11回開催されるようです。主に火曜日の19時から21時までとなっています。受講生の募集期間として平成30年の5月7日月曜日から30年の5月25日金曜日までとなっています。申し込み先は那覇市のまちづくり共同推進課、電話番号が 098-861-3846、 定員が50名となっております。受講要件と詳細については那覇市まちづくり共同推進課のホームページを参照してください。はい、これ無料でしたよね。はい、そうです。あ、一部おやつ代とか、あ、1回目500円かかるとか書いてましたっけね。書いてましたね。これ、うん、那覇市を好きになってもらうためにあったりしますけれども、はい、その友達作るネットワークもいいですよね。いいですね。仲間を作るために一緒にっていう、はい、その目的の一つにもなってると思います。なるほど、仲間作りっていうのも、はい、那覇市民共同大学募集中です。はい、続いては、続いて、2018プロ野球公式戦のチケット一般販売の開始についてです。はい、ついにですね、北海道日本ハムファイターズが沖縄セルバースタジアム、ね、来るんですね、那覇で来ます。公式戦が開催ですね。で、6月26日火曜日、27日の水曜日、両日ともに、まあ、6時半から開始予定です。はい、で、その、 公式戦のチケット一般販売が今週の土曜日12日からスタートします。はい、購入方法はファミリーマート店頭で購入できることと、あと E プラス RBC チケットということで、
インターネットの予約もできるそうです。はい、はい、楽しみですね。はい、清宮くん、はい、見たいですね。頑張って活躍したままで来てほしいですけどね。はい、はい、続いては、はい、続いて4つ目です。サンライズマーケット開催についてです。はい、沖縄が作る都市型マルシェサンライズマーケット、農産物や加工品、パンやスイーツ、クラフト、雑貨、屋台にキッチンカーなど沖縄の魅力が詰まったマーケットが開催されます。月1ペースで日曜日にサンライズ那覇商店街で実施します。今月の開催がちょうど今週の5月13日日曜日、10時から16時となっておりますので、ぜひお越しください。はい、今回ですね、私とかアメさんの知り合いのカリタスさんが出展するって言ってたんですけどね。カリタスさん、そうなんですか。はい、琉球模様のテーブルウェアとかテーブルペーパーとか、そんなの開発をしたところなんですけれども、そこが出展するわよなんて言ったら、楽しみに私も行こうと思っています。はい、私も行きたいと思います。はい、じゃあ現地で会いますか。現地で会いましょう。よろしくお願いします。はい、今日は以上で。はい、今日は以上です。はい、サンライズマーケットもすごい人気ですよね。はい、そうですよ。なんか月一で頑張ってやってるので、うん、もう那覇市も応援しないとなと思ってます。ですよね。はい、応援していきましょう。ありがとうございます。はい、今日もそろそろ番組終わりそうな雰囲気になってまいりましたがだいぶ慣れてきましたか。はあ、もうしょっちゅうカミカミして、はい、大変ですね、もうラジオはすいません。今度テレビに行きますか。じゃあテレビに行きましょうかね。かんでも大丈夫ですからね。大丈夫ですか。これが普通だと思えば大丈夫ですよね。はい、ありがとうございます。はい、あと、先ほどの巨人戦なんかを、はい、3軍のやつはもう終わったんですけど、3軍は終わりました。ゴールデンウィークで、はい、終わったんですよね。はい、今回は日本ハムが来る。日本ハムどこでやるんでしたっけ。いや、すいません、行ってなかったですね。はい、福岡ソフトバンクホークス、今首位、はい、首位西武かな。この1位2位3位が西武とソフトバンクと日ハムですからね。そうなんですね。ソフトバンクもなかなか沖縄に来ないようなんで、ねえ、うん、日ハム初めてですかね。はい、楽しみな公式戦です。私北海道札幌出身ですかね。応援したいと思っております。じゃあ私はソフトバンク応援します。はい、じゃあ互いに今日から千葉なで千葉、いろいろビシバシ行きましょうか。はいはい、ありがとうございます。そろそろお別れのお時間になってまいりました。でも梅雨入りしたけど天気いいですよね。そうですね、なんかこの昨日今日は梅雨入りしたのかよってぐらいのいい天気で、うん、このまま続いてほしいけど、まあ、雨不足、うん、水不足のために雨も必要ですよ ね、 はい、それではお別れのお時間です。町が魅力再発見那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、那覇町側連携プロジェクト覚えてください。それでは皆さんまた来週。また来週。できることなら今度は君の家まで迎えに。 Your Radio Station。FM Naha。78.0